皆さんおはようございます。5番鈴木雅人です。通告に従い、一般質問をさせていただきます。大きく2つの項目について、市長並びに教育長にお伺いいたします。まず、1点目です。伊豆市自然環境と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行後の状況についてお伺いいたします。本年6月定例会において市民共通の財産である魅力ある景観天城山系や鹿野川をはじめとする豊かな自然環境及び安全安心な生活環境の保全と再生可能エネルギーの利用との調和を図るために必要な事項を定めることによって市民の安全安心及び地域社会の発展に寄与することを目的として伊豆市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例が可決成立し本年10月1日に施行されました。本条例は脱炭素社会の実現、地球温暖化の抑制の観点から再生可能エネルギーの導入は否定しないものの適用となる事業規模や抑制区域を定めることによって住民の安心安全を担保し事業の届け出同意、指導、助言、勧告等によって事業者の乱開発を抑制する効果も期待をするところであります。しかしながら同様の条例を制定した伊東市では条例施行後も大規模太陽光発電事業を強硬に推し進めようとする事業者と反対する住民とのトラブルもなお続いている状況であります。また市内においても自然除染場地区において一度は事業を断念した事業者が伊東市の事例を見て再び事業を進めるのではないかと不安に思う住民もいらっしゃいます。それを踏まえて以下の点についてお尋ねいたします。丸1、本条例施行後、すなわち平成30年10月1日以降本条例の適用事業の届け出の状況はいかがでしょうか。届け出件数、事業内容、手続きの状況などを教えてください。丸2、国・県等の関係法令の整備状況を整理して改めて解説願います。丸3、現行の条例では明確な罰則規定がないため事業者が条例に反して着工しても有効な手立てが打てない懸念があるという意見もあるが一部改正も含めてより有効な条例としていく考えはありますか。丸4、修善寺温泉場地区においては大規模太陽光発電施設建設による影響と関係なく従来から土砂災害などの災害が懸念される地域すなわち土砂災害特別警戒区域であり地産地水対策は急務であると認識しております。今後の対応はどのように考えているのかお伺いいたします。大きな2つ目です。伊豆市修善寺中伊豆天城地区の中学校基本方針を受けてこの度教育委員会は修善寺中伊豆天城地区の中学校を統合することを盛り込んだ中学校基本方針をまとめ新中学校の候補地は現校舎の改修では難しい点が多いため新たな地を優先して選定し今後のスケジュールは施設の老朽化や急激な少子化を鑑みて合併特例債の期限内でもある2025年4月の開校を目標に計画づくりを進めると発表しました。基本方針案については議会も2度の全員協議会で教育部より説明を受け昨年6月市民有志による中学校教育環境改善に関する請願書が議会にて採択されたことを受けて教育委員会が昨年7月に修善寺中伊豆天城東島地区の中学校のありがたについてを教育振興審議会に諮問し8回にわたる約10ヶ月の審議会においてゼロベースから現状存続、各地区小中一貫校、統合等の、形態を生徒のより良い教育環境のあり方の視点で総合的に審議し、より良い教育環境としては、中規模程度の生徒集団が必要であり、
そのためには3つの中学校を統合すべきであるとの答申内容を尊重して検討した結果のものであると認識しています。そこで以下お伺いいたします。1、教育振興審議会の答申を受けて以降、教育委員会総合教育会議が開催され答申内容を審議したことと思いますが、学校施設の形態、現状存続、小中一貫校、三校統合等について改めてどのような議論が具体的にされたのか説明願います。2、今後基本方針の市民への説明が重要であると考えますが、具体的に方法やスケジュールについてどのように現時点で考えていらっしゃいますか。一方、現在も基本方針の目指すより良い教育環境としての中規模程度の生徒集団を鑑みれば、特に天城中、中伊豆中ではすでにより良い教育環境とは言えない状況にあり、2025年の新中学校の開校を待たずして、それまでの間の現状の生徒たちや学校現場への改善策も急務であると考えます。そこで以下お伺いいたします。3、市内中学生の区域外就学、指定校の変更、この状況はどのようになっているのか説明してください。4、部活動の社会体育への移行が叫ばれて久しいが、これまでに教育委員会では具体的にどのような議論、検討がされてきたのかお伺いいたします。5、教育機会の均等の観点から、学区の廃止も検討に値すると考えますが、いかがでしょうか。6、教職員の負担軽減に関して、現状を踏まえた上で、具体的に何が必要であるか、その辺をどのように認識しているか、お答えください。以上です。ただいまの鈴木雅人議員の質問に対し答弁を求めます。秘書。皆さんおはようございます。まず太陽光発電について私から本件に関する基本的な考え方を申し上げて、伊豆市の状況については市長政策官および建設部長に答弁をさせます。本件についてはまず地球温暖化対策として再生可能な自然エネルギーを活用するという国民の利益、これは重々私どもは承知し進めるべきであると考えております。その一方で私どもには市民の生活の安全を確保する、そして健全な森林を維持する、そして美しい景観をしっかり守っていく、これも伊豆市民の利益であると、このように考えておりまして、その結果を図りしたとおり、そのバランスを取るための条例を制定していただきました。そして、その上で議員のご質問にお答えしますと、それを有効ならしめるための罰則規定付きの条例、でここに議員は、より有効にするための条例と書かれているんですが、まさにそこが論点でございまして、今、日本においては、法律を上書きする条例が許されておりません。したがって、法律を上書きする条例を策定すると、それ自体が有効でなくなってしまうわけですね。そこが大きな課題となっております。したがって、現時点において市長としては、これ再三いろんなところで申し上げているんですが、FIT を採択するときの国の基準でございます地元の合意、その地元の合意というのは、伊豆市の場合には、富士宮市や伊東市の例を参考にして、条例という形で、市民の代表である議会の承認をいただいて定めておりますので、条例に反する場合には地元の合意がないと、市長として合意しないということであるという意思表示が制度的にできるようになったわけですね。したがって、この条例に反する太陽光発電の案件については、地元の合意がないので、FIT の対象事業として採択しないでいただきたいと。ということを国の制度を活用してこれをお願いをしているわけです。私から申し上げるところはそういう基本的な考え方でございます。それでは続いて市長政策官
はい、以上。はい、それでは私の方から、そこから2、3について、お答えさせていただきます。まず、丸1の平成30年、10月1日以降、1日の条例施行後における、適用事業の届け出の状況でございます。太陽光をはじめとする自然、再生可能エネルギー発電事業に関する相談というものはございますが、現在までに届け出のあった事業はございません。次に、2の関係法令の整備状況でございますが、今、市長の答弁にもございましたが、再生可能エネルギー発電事業の認定や、固定価格買取制度に関する法律といたしまして、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、これがフィット法と言われるものでございますが、これがございます。この法律では、認定の申請にかかる再生可能エネルギー発電事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令の規定を遵守するものであることと規定されております。設置場所にかかる関係法令の手続きの該当や適用の有無について確認を求め、関係法令の遵守を認定の基準としているものでございます。そしてこの関係法令でございますが、18ほどございます。例としまして、森林法では1ヘクタールを超える森林における土地の形質の変更には林地開発許可が必要とされ、許可なく開発するなど、法に違反した場合は懲役や罰金などの罰則規定がございます。また、静岡県環境影響評価条例では、一定規模の森林伐採については、環境アセスメントの対象となっており、これの実施を求めております。このほか、伊豆市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業等の調和に関する条例も、これら関係法令に含まれておりますので、フィット法の認定にあたっては、本条例の遵守も求められるものと考えております。次に3でございます。本条例は、太陽光発電等に対する市の姿勢を示すものでございますが、フィット法などの関係法令の規定と連携することで、有効に機能しているのではないかと考えております。私からは以上でございます。続いて建設部長。はい、議長。おはようございます。それでは私から4番目につきまして、お答えいたします。現在の整備状況ですが、地元から要望のあった、南山地区、田沢山地区の2カ所で県による、地産ダムの整備を実施しております。また、修繕地生活環境保全林内で植栽、本数調整伐を県による地産事業で実施しているところでございます。また、一級河川、修繕寺川の改修事業を平成28年度より5カ年の計画で県が実施中でございます。温泉町地区では12カ所、土石流警戒区域が設定されており、うち7カ所が特別警戒区域となっておりますので、今後も地元からの要望や地産パトロール等で把握した県下省、地元の協力を得て、県に要望していきたいと考えております。以上です。再質問ありますか。はい、鈴木正人議員。はい。それでは再質問させていただきます。その前に、まず冒頭に、申し上げますが、本日の、開会前に、総務経済委員長の方からもお話がございましたが、今定例会において市民の方から伊豆自然環境と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例に罰則や安全に関する条項等の新規追加に関する請願書というものが議長宛に出され、そして総務経済委員会にてこの後審査を付託されているという状況があります。
私の、今回のこの、質問のやり取りが、その、委員会での、審査の、材料になるのかどうかは分かりませんが、今回の質問の趣旨としては、今、条例が現行条例が、果たしてその有効に、機能するかどうかというところをもう一回再検証したいということで、通告をさせていただきました。通告文にあるように、やはりまだまだ、トラブルが絶えない、全国的に見てもトラブルが絶えない、そういう問題だということで、取り上げたわけなんですが、前提としては先ほど市長も、おっしゃいましたけれども、再生可能エネルギー自体は、やはりその地球温暖化の抑止であるとか、脱炭素の社会の実現であるとか、そういったことで、やはり、導入は、国益にかなうということで、進めなきゃいけないという立場ですが、かたや、やはりその公共の福祉という観点で、市民の、安全安心を担保するというのは、やはり行政としての、務めではないかと、そういった意味で、この現行条例が、その調和を図るということで、6月の定例会で、私たち議会も、可決成立まで達したということで、まさにそこは、市長含め私たち議会の、やはり意思ということで、これが、事業者に対しての、一つのメッセージになっているかと思います。ただし、その請願も出されているという状況の中でやはり懸念が払拭できないというところをもう一度6月定例会から時間経ってますので再度確認をさせていただきたいという趣旨で今回質問させていただいております。それでは、まず丸1のところの、施工後の、適用事業の届出状況というものが、ゾロ件ということで、先ほど政策官の方からお話がございました。この状況は実際に、どのように分析して、評価なさっているのかということをちょっとお伺いしたいと思います。はい、答弁願います。はい、市長政策官。はい、以上。ゼロ件、届出がないということでございますので、基本的にその現在のその条例が、まず機能しているということは考えられます。ただ実際にはいくつかまだ相談があるというところでございますが、相談の際にそういった条例があるということも踏まえて、相談をしておりますので、そんな中で、10月以降新たな統計で計画のに関するものが出てこないということはやはり今の条例の状況においても一定の機能が評価できるのではないかと考えております。はい、再質問ありますか。はい、鈴木正人議員。はい、条例制定したことによって、いわゆる、一種の抑止力だと思うんですけれども、そういった効果が現れているんじゃないかということなんですが、まだ、施行後間もないということなんで、そのあたりは今後の状況というのはまだ分からない、それは分かります。条例の中にですね、最後、周知期間も含めて、経過措置を取っているんですけども、条例制定後10月1日までの間、その辺の、事業者の申請状況というのはいかがだったでしょうか。はい、答弁願います。市長政策官。条例の施行前には1件、ございました。ただこれにつきましては今回の条例の制定を考える以前からですね、ご相談があって続いてきたものでございまして、当然もし、条例の施行前にまでにですね、着手ができなければ、それはやはり条例の対象となるということでございましたが、実際には施行前に着手もされているということで、その件に関しましては、今回の条例の対象になっておりません。はい、再質問ありますか。はい、鈴木正人議員。はい、
じゃあ今 の, その条例施行前 の, その1件の、ところなんですけれどもね、まあ、条例施行後であれば、まあ、手続きに従って、まあ、審査した中で、まあ、同意するしないという、まあ、そういう判断になったと思うんですけれども、施行前だったので、まあ、申請を受けたということなんですけれども、実際その条例、まあ、この現行条例が、できだから、まあ、そこのところが、ワンステップ、もう一つ必要になったということ、どこが、この条例ができたことによって、まあ、その施工前の業者なんですけれども、そこが、あれなんですか、できたというか、まあ、その辺のことは説明できますか。答弁願います。市長政策官。まあ、今回 の, 条例につきまして、議会のにお示しさせていただいた、確か12月だったと思いますけれども、まあ、それまで担当レベルで進めておりました。で、まあ、先ほど申し上げましたとおり、その条例施行前に、まあ、あった一件というのはですね、これら、今申し上げましたとおり、これ今、市のこの条例、これをですね、まあ、条例制定を進めようという以前からの、まあ、協議事項で進めていたということで、まあ、以前これもお話ししたか、ご回答させていただいたかもしれませんが、まあ、いわゆるその、まあ、こういったことをやりますよということを言うことによって、まあ、それまでに飛び込みでどんどん新たなものをこう呼び込むという恐れがあるということで、できるだけ、そういった情報を出さずにですね、詰めながらで、条例の制定に向けてやってきていたところでございます。まあ、一時期は条例 の, その、まあ、制定に向けての手続きと、その今ありましたの事業者との協議が続いていたんですが、まあ、事業者の協議の方が先に先行していたという事実がございますので、まあ、それについてもし、条例の適用を受けるようなことが生じていたならば、当然、条例の、内容にのっとったですね、対応が必要になるものでございますが、今回はそういうことで施行前に、まあ事業の方が始まったということでございます。さすがにそれを我々が条例の適用をしてくださいというところにはいけなかったということでございます。はい、再質問ありますか。はい、杉議員。はい、わかりました。まあ、ある意味、やはりその条例が、制定されたことによる、まあ、効果が出ているんじゃないかということなんですけれども、まあ、結局その、まあ、このあと、罰則規定とかその追加する部分が、あるかというところに入るわけなんですけど、まあ、現、条例、現行条例であっても十分対応はできるんじゃないかというそういう、見解の、ご答弁だったと思います。まあ、丸2のところなんですけれども、まあ、フィット法が、まあ、上位法にありまして、でそのフィット法の中で、まあ、認定に関わるところは、関係法令であるとか、条例、それを遵守することっていうことが条件になるので、まあ、結局、私どもの場合には、今回の現行条例を制定したことによって、それを遵守する義務も事業者に、発しているという、そういうことでよろしいかと思います。それで、まあ、3番に移るような形になりますが、以前、6月の定例会でも、議案質疑であるとか、当時は第一委員会だったんですけども、まあ、その中の委員会審査の中でも話はあったと思うんですが、結局、歯止めが本当にかかるのかどうかというところが、やっぱり、一番議論の焦点になっていたと思います。それで、まあ、3番目の質問を出させてもらったんですけれども、その時に、
まあ、関係法令、あとまあその現行条例、あとまあ景観条例、まあ、その辺も合わせて、適用を審査するという話だったんですけど、その時に、土地利用要項、市の、土地利用要項が、まあ、実際その審査の、時に、運用されるということで、まあ、これは基本的には、技術基準ということでしたよね。個別基準というのも、太陽光については、定められていたということで、そこのところを、運用することで、まあ、担保できるというような話になったんですけど、まあ、それを、ただ条例の中に、例えば条例ですとその規則で定めるとかというような、そういう文言が出てくるわけなんですが、まあ、その要項を、まあ、規則として書き込むことができないかっていう、そういうような話もあったと思うんですけど、もう一度そこのところを、ご説明願いたいと思います。はい、一度目願います。市長政策官。はい、まず、この、まあ、条例の話に少し戻りますが、少しあの、ご質問の趣旨と異なる回答に なるかもしれませんけど、まず今回、まああのまあ、同意不同意という、まあ、その意思表示をする条例であるという内容になってございます。で、まあ、これは何かというと、先ほど市長からもございましたとおり、まずその、まあ、太陽光発電、まあ、再生可能エネルギーによるそういったあの事業そのものをまあ否定するものではなくてですね、まずはあのそれをやるにあたってはこういうやるんでしたらこういう場所がいいですか、こういう場所はやらないでくださいねという、まずそういう何て言いますか、そういう土地利用上のですね、立場からまずか、その太陽光に対して評価したいというのが今回の条例のまず趣旨でございます。で、まあ、ある意味で言えばよくその開発等でいう立地基準とかあの技術基準とかという言葉があるんですが、そういう意味では立地基準というようなものがこの条例に当たるのかなと。で、それはあの法律の大元になるフィット法、これはあの電気事業にかかる内容ですので、まあ、それをやるにあたっての、 あの立地についてどうですかといったところを今回求めました。で、一方あの土地利用指導要項、これはあの、各種そういったあの土地利用にかかる技術的な基準について定めているものでございまして、これは先ほどまあ関係法令いくつかありますと申し上げましたが、まあ、そういった中にあるいくつか その関係法令の中での、まあそういった施設を、まあ、整備もしくはあの設置するにあたっての技術的なあのものを全部審査する内容であるということで、むしろまあこちらの要項でございますが、これらはあの他の関係法令の調整役になっているわけですね。ですからあのそういう技術的ものについてはもうそちらに委ねるということがまず最初に考えました。で、あくまでも、今回の条例というものはその土地利用のあり方についてどうかといったところに、まあ、特化したところでございます。それで、まあ、同意不同意というふうなところになっていたんですが、まあ、これも当初、条例を制定する際にはもっとあの厳しい条件、あの許可制、要するに許可するとかしないとか、そういう形にしようというところも、検討してまいりました。ただここも先ほど市長が言いましたとおり、まあ法令との関係というところで、まあ、法律 あの要するに要請を超えるものをかけてしまうと今度、条例 その、まあ、安定性に欠けてしまう可能性があるというところで、やはりあの一定のそういう安定性を確保するためには、今回は同意不同意という意思の姿勢を表す形を取ったものでございます。まあ、内容的に その部分を、先ほどちょっと話戻ります。あの土地利用の部分を、この、今回の条例の中に入れるということ、まあ、先ほど言いました通りその関係法令一覧をやる中の関係法令の、についての調整をフィット法で求めておりますので、まあ、そこの技術的な基準が、土地利用 の中で対応できるものと考えますと、あえて、今回の、
立地基準を対象とする条例の中にそういったものをですね、載せる必要はないのかなと考えております。はい、再質問ありますか。はい、鈴木議員。はい、そうすると、その、立地基準が条例であって、技術基準が、まあ、うちでいう、まあ、要項になるわけなんですけど、事業者側からすれば、その要項も含めて遵守する義務というのがあるという認識でよろしいんでしょうか。はい、答弁願います。市長政策官。今議員の申し上げた通りでございます。はい、再質問ありますか。はい、鈴木正人議員。はい、まあ具体的に言うと、その要項の方では、個別基準で太陽光発電施設のところで、例えば、傾斜が30度以上のところには、設置をしないとか、30度未満の、場合では地質等を考慮した安全な構造とすることっていう、まあ、具体的にはそういうことが謳っているわけです。まあ、今、政策官のご答弁で、これもまあ順守事項になっているということですから、条例と、合わせて、そこのところが、実際、遵守されなければ、不同意ということで、なるということでよろしいですよね。はい、分かりました。それで、先ほど、政策官の方からも、まあ届出制じゃなくて許可制にしたらどうかという議論も確かあったと思います。まあ、伊東市の事例も見ますと、昨年、今年の3月か、3月、議会で、今の現行の伊東市条例が可決成立したんですけれども、遡ると、まあ、修正案も含めて4つの議案が出たと、その中で審査したということなんですけれども、その一つはやっぱりその市民案というのが出たようで、それがその許可制を取らなきゃいけないとか、あとは条例施行前の現状の事業に対しても規制するべきだというようなかなり強いものが出たわけなんですね。ただ、まあ私どもの条例と同じように届出制の条例を選択したということなんですけれども、その中で、まあ、私が調べたところによりますと、許可制の条例を取っているところが、国内でも11、自治体かな、あります。まあ常陸太田市とか富岡市、佐野市、箕面市、日光市、大津市、和歌山市、足利市、前橋市、栃木市、太田市、高崎市ということで、現状、11の自治体が、許可制を、取っているということです。でその中で、富岡市っていうところの、ちょっと条例を抽出したんですけれども、まあ、目的は、まあ、私どもの、条例と変わらず、まあ、再生可能エネルギーと、自然環境、その辺を調和を図るということが目的でありますが、事業計画の許可というところを、第12条で、挙げてまして、ちょっと読み上げます。第12条事業計画の許可、事業者は保全地区内において事業を行おうとするときは、前条の協議結果を踏まえ、事業区域ごとに事業計画を定め、当該事業計画について市長の許可を受けなければならない、ということで12条で規定しております。でさらに、その12条の、失礼、13条、許可の基準というものを、設けて、その許可することについての、妥当性というものを定義しています。それとあとは、まあ、許可の不同意ということで、これは2項において13条2項において、市長は、前条第1項の規定による許可の申請をした者または当該許可の申請にかかる工事施工者が次の各号のいずれかに該当する場合は同項の許可をしないことができると、1項が事業計画を実施するために必要な、資金力ですね、および信用があると認められないとき、
に第26条の規定により許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないとき、3、富岡市暴力団排除条例第2条にて定義する暴力団員等がその事業活動を支配するときというような形で、許可をしないことができるというところの規定も謳っております。こういったことが、他の10の自治体の条例をまだ調べているわけではないんですが、実際動きとしてこういうこともあるわけですね。確かに許可っていうとなかなかその条例法への抵触であるとかということで難しい面があると思いますが、その辺のもう一度再度研究なりをするつもりはあるのかとか、であとはその市長にお聞きしたいんですけれども、例えば、全国市長会等でですね、今回、こういうような、全国的な、やはり問題になっているわけで、各自治体に、その条例を制定するような動きがあるわけなんですが、その中でやはり、課題というのはそれぞれ、持っていると思います。その辺の認識共有というものが、そういった場で、具体的にされているのかどうかということをちょっとお聞きしたいと思います。はい、答弁願います。市長政策官。はい、では私の方からお答えいたします。先ほどちょっと少しどういう不同意の話でございますが、今回の今般の伊豆市の条例のどういう不同意というのは、あくまでもその立地場所における土井不土井というところで、そこの中では例えば土地利用の技術的な審査事項を踏まえるということではなくてですね、あくまで条例ではその設置しようとする場所に対する意思表示ということでございます。当然そこで不土井であるものを新たにその土地利用で上がってくるということはちょっと考えにくいものではございますが、技術基準をもってですね、土井不土井まで行くというものではないということをまずちょっと訂正させていただきます。それで、今富岡市の例、議員の方から私もちょっと確認させていただきました。やはり富岡市といいますと確か世界遺産、製糸場ですか、があって、その関係で、特にそういった景観を含めた取り扱いの、かなりどちらかというと厳しい条例のようでございます。で、言ってみれば後発部隊でございますので、さまざまな要因をですね、踏まえて、またその地域の特性を踏まえた中で、お考えいただいたんだろうなというところがございます。で、まず今後その見直しするかどうか、そういったことをもっと研究したらどうですかということで、まさしくそういったものを今後も研究してまいらなければならないと思っております。今のまま万全であるというふうなところは思ってはございません。当然今後のさまざまな動きの中においてですね、そういった条例の適用に影響が起こるような、例えば法律の方の改定や何かがあったときに対応できなくなったりする場合もございますので、そういったところは逐次やってまいりたいと思います。ただ当面は今のそのこの形ですね、同意性の形、罰則等の話もどうかというようなことも、ありました。で、今、罰則となるとやはりそういったものに違反するから罰則であって、違反する行為があるかなしかというと、そこは多分許可制という形、許可に対して、不許可に対してやってしまえばこれ違反なので、違反に対して罰則というようなことがあろうかと思います。で、今許可制を取っているその自治体いくつかありますが、罰則規定までちょっと設けているというところはどうもないようでございます。というのはこれはちょっと私法律の専門家ではないので、もしかしたらちょっと若干考え方の間違いがあるかもしれませんけれども、例えばこういった条例をに対して反して、罰則を受けるようなこの事案が生じたとき、これが例えば事業者から例えば訴えがあったりしたときにですね、その根拠というのはその許可不許可といったところが罰則の根拠になろうかと思います。
そうしますと、法律と条例の関係の中で、まあ、その条例の法律がですね、要請していないところに関してのそれ以上のものについての許可不許可というようなものが出た場合、これは仮にその司法の場に出た場合ですね、その際その条例の内容が法律の趣旨に反するというようなことが起きますと、これはやはりその今やった罰則を含めた許可不許可が無効ということが出てこようかと思います。それはやはり条例自体の安定性に大きく影響が出る可能性がございます。まあ、そういうこともあるためにおそらく許可制を取ったところもですね、罰則規定までは設けてないんだろうなというふうにちょっと考えております。まあ、当然こういった、条例これを、まあ、的確に運用していくというためには逐次内容については精査しながらその場に応じての対応というのは必要だと思いますが、まあ、今の段階ではまだそういった点では、まあ、他の事例というのは見守りつつですね、今後どうあるべきかということをさらに検討していくということが今の市の姿勢でございます。はい、答弁戻ります。市長、例えば市の他の事業なんかをお考えいただけると分かりやすいんですが、例えば何かの事業を市がこう公募するときに当然資金計画を確認しますよね。しかるべく、規模の事業をやっていただける権力があるのかどうか、組織力があるのかどうか、あるいは、施設なんかでもそうですけど、暴力団関係者はお断りしますと、これよくある話ですね。大きなパーティーなんかで暴力団関係者でしたと、そういったことの規制のところで許可あるいは採用しないということはあると思うんですが、先ほど申し上げましたように今回は市民の安全だとか土地の保全だとか景観の保全だとか、そういったところで、法律の枠の中でその我々が動けるかどうかのところがあるんですね。例えば同じように土地利用している都市計画あるいは農地は都市計画法がある、農地法がある、それを伊豆市の中で適用してこれは許可しますしませんということがあるわけですね。ですから今回我々法律に引っ掛けるために地元が合意する合意しないという条例を作って、そしてそれを法律適用する FIT 法に持っていくようにこうそういう仕掛けをしたわけです。条例法に何らかの形で持っていかないと法律の規制の対象にならないの で、今我々がその許可制とか罰則を入れたときに所有権ってものすごく強いので、ご存知の通り、公共の利益に反する反しない限りで所有権は認められる。ですから所有法 の規制なんかものすごく厳しいわけですね。憲法で所有権は認められてますので、そこでしっかり法律との整理をしないで、許可制とか罰則を入れたときに裁判で負けると今度は条例の安定性がなくなるわけですよね。所有権の争いをしたときに、そこで今慎重に対応しているわけです。したがって我々は 今ある法律の中で最大限地元の、まあ、規制といいますか、それを発揮できるような体制を取らせていただきました。もし、許可と罰則を入れるのであれば多分条件を変えなければいけないのではないかという気がいたします。それまだ確認はしてないんですが、部長が答弁した通り、検討する余地はあると思っています。他方全国市長会の動きですが、これは大変大きな関心を当然持っています。で、まあ幸か不幸かというか、伊豆半島の中でとても大きな話題が続いていますので、全国の市長さんも大変高い関心を伊豆半島に持っておられる。そこでですね、法律で作ってくれというご意見もあります。で、私は技術屋ではないので安全性とか土地の安全性は正直言ってわからないところあるんですが、私の一つの判断基準は、ちゃんと将来の解体撤去の費用を見せてくれるといるだろうかとか、 FIT の今18円ですか、その中には事業終了後の解体撤去の費用も入れてるんだそうです。ですから、私が一件伺ったところでは、一気に我々裁判選挙の時に裁判所に供託しますよね。市長だったら100万円裁判所に出すんですが、その同じ制度を入れられませんかという話をしたんですが、さすがに20年後30年後の解体費用の供託まではやってないところはあるようなんですが、しっかりした銀行をバックにつけて、そこに利益の中から解体費用を積み立てて、それを市民の皆さんに提示しているところもあるんだそうです。ただ、私が見た資料では、全国の太陽光発電事業の4割がその解体費用を積み立ててないという資料を見たことがあったものですから、
そういった事業会社がやるところについては、失礼ながら他の側面でも不安があるのではないかというのが私の一つのフィルターなんですね。まあ、それはあの全国市長会でも意見としては申し上げているんですが、しっかり他のですね、市長さんともタッグを組んで、国とさらに調整することがあれば積極的に発言していきたいと考えています。はい、再質問ありますか。はい、鈴木正人議員。市長会の場でも、認識が共有されているということで、当然その国の法律であったり、静岡でいけば静岡県の方の、条例であるとか、そういったところのやっぱり整備も、合わせて、要望していかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。そんな中、昨日の新聞ですかね、県の方で、太陽光の静岡県の指導指針を作成したということの報道がありました。以前から、市の方が環境アセスの条例を、強化するような条例改正をするというようなことを言ってたんですけれども、そういったことで、県の方も、動きましたし、聞いたところによりますと国の方も、やはり動き始めたということも、あります。引き続き、目的は、何が何でもその再生可能エネルギーを、抑制する、こと、太陽光発電を抑制するというわけではなく、そこのところを、市民の安全、国民の安全安心と、自然環境の保全とその辺のバランスを取るということが前提なんですけれども、やはりその国民住民の、不安を払拭することっていうのは、国であり、自治体の行政の役割であると思いますので、引き続き、そこの辺のご努力はお願いしたいと思います。最後丸4なんですけれども、先ほど、建設部長からお話がありました。すで、に地元の要望が、出ていて、で2カ所については、工事中ということで、対処してくれているということでよろしいですね。この地域に関しては、県の方が、災害特別警戒区域を指定して、それなりの処置をしているということですから、今この、地産地水、工事をやることで、要はその、下流域の、世帯の皆さんの安全安心は守れるという、そういうような認識でよろしいでしょうか。はい、答弁願います。はい、建設部長。はい、以上。いきなりですね、その施設ができたからといって安心いただけるということはないと思います。やっぱり自然が相手なものですから、その時の雨量とかですね、自然状況によりまして、やっぱり安心することなく状況を判断して、危険の場合は逃げていただくとかですね、その逃げる時間を稼ぐとかっていうのがありますので、施設ができたからもう大丈夫だっていう認識は少し下げていただきたい。ないよりはもちろん安全ですけど、そういうふうに。はい、再質問ありますか。はい、鈴木正人議員。はい、わかりました。引き続き対処できることがあれば、対応していただきたいと思います。それでは次の質問をお願いします。はい、中学校の問題ですね。それでは答弁願います。市長。はい、学校設置の件ですので、私からは2点だけ申し上げたいと思います。先般10月にですね、内閣府県と一緒にテロ対策の図上演習を行いました。でこれ内閣府がシナリオを作って、国と県で統裁部になっていただきましたので、私も市長として 100% 演習の中に入ることができて、とてもいい訓練になりました。でテロ対策は途中から国民保護に変わりますけど、冒頭は災害対策ですので、まさにその災害、大規模災害時と同じような状況になるわけです。そこで南小学校と修善寺中学校は授業中、したがってまず子どもたちは学校から出るなと、そして今度は駅周辺に入れなくなるので、周辺の住民の皆さんもそこに避難をしてくださいという状況になったわけですね。そこで修善寺南小学校と修善寺中学校にも子どもたちと住民と観光客がいるという想定で、最後に困ったのがお迎えなんです。修善寺中学校にいる子どもたちをどうやって返そうかと、結局ですね、その状況の中ではお迎えまでできなかったんですね。今ああいった状況で、あの道路にその何百台の車が集中するということは、
これ普段 の中学校の先生に伺うと、今の自然寺中学校でそのお迎え訓練をやるときにもとても大きな混乱になるということで、改めて演習をやってみて、いやこれは学校としてやはり適切ではないなということを痛感をいたしました。今の集中の立地に関する所見としてご参考に発言をさせていただきました。で、2つ目の、私にとっては基本方針の使命への説明と、それから今後の方法スケジュール。で、先日ですね、教育委員会の方針決定が報道されたときに、伊豆日日新聞で、行政は議会との溝を埋める必要があるというコラムがありました。そこなんだろうと思います。そこで、私は冒頭行政報告でも申し上げました通り、市長としてはミニ集会で700名近い方々、その他の集会も含めると800名近い方々に直接話をし、意見を伺いました。その中で議会はなぜ反対したんですかという質問もありました。そこで私は議会ということを答えられることができませんので、1年半前の議論の中では三中学校を残せという案、それから統合するんだけども集中にしがいいという案、それから統合で新しい校地がいいけれども校舎が悪いという案、それから、その他、教科教室に反対という意見がいろいろありましたので、正直言ってその議会の中で どこまで変えていくと合意できるのかは分かりませんということを私は申し上げたんですね。そこで、行政としては溝を埋める責任があるというのは、新聞のコラムといえこれは民意でしょうから、もしこの方向で議会のほど進めていただけるのであれば、もう速やかにですね、その溝を埋めるための溝がどこにあるのかを確認させていただきたいと思うわけです。教育委員会は教育委員会で、これから議会にはより丁寧にご説明すると思いますが、そこで参考に私は伺いたいのは、今日聞くということではないんですよ。私は市長としてのやっぱり限定された、せいぜい全部足しても800人ぐらいの方々から直接伺ってでしかいないので、ぜひ皆さんは皆さんで、16人の議員さんはいろんな市民との接触もあったでしょうから、市民はどこに反対なのか、議員の皆さんはどこを直せば この方向で進めるか、ぜひそこのですね、行政が埋める溝がどこにあるのかについてぜひ意見を賜ればと思います。続いて教育省。皆さんおはようございます。それでは三中学校の基本方針について、回答いたします。まず一つ目の学校施設の形態についての議論について、総合教育会議では基本方針案の内容についての質問や確認はありましたが、教育方針に関わる学校の形態について議論はありませんでした。市長としては基本的に方針案に異論はないという意見をいただきました。教育委員会では、答申内容を最大限尊重するとしながらも、現状存続、三校統合、小中一貫校とするなど、それぞれの学校形態となった場合のメリットやデメリット等を説明し、さらには小中一貫校については、施設分離型、施設一体型、都立小中一貫校のような義務教育学校の形態などを説明し、話し合いをしました。次に丸2、市民への説明やスケジュールについて、基本方針の市民への説明は重要と考えます。ですが、候補地も決定していない現状では、保護者にとって特にの関心の高い通学方法、その負担軽減、通学対策、駐車場等のご質問があるかと思いますが、現状何も答えることができません。よって、答申内容や基本方針は広報誌や市のホームページでお知らせしてありますので、基本方針の説明にあってはもう少し内容が前進した段階で行いたいと考えています。具体的な方法やス
ケジュールにつきましては、今後教育委員会において、事前の十分な告知も含め検討を行ってまいりたいと考えております。市民の皆様への説明方法ですが、保護者の方々、特にこれから通学する見込みの保護者の方々を基本に、市民の皆様にも説明の機会を作るとともに、集会や会合など、いろんな機会を通じて説明をしていくと考え、いこうと考えております。三つ目の中学生の区域外通学、指定校変更の状況ですが、まず区域外就学により、他の市町村から伊豆市の学校へ通学している生徒は3名。逆に、伊豆市から他の市町の中学校へ行っているものは3名でございます。その理由は、前者が、地理的自由、具体的には熊坂地区の子どもが伊豆の国市の大人中学校へ通っているという状況です。また、後者の3名は伊豆市の学校にいて、その後転居をしましたが、まだ学年の途中なので、さらに伊豆市の学校にいたいということで、他の市町から通っております。次に指定校変更ですが、現在19名の生徒が指定校以外の学校に通学しております。次に部活動、4、部活動のことですが、教育委員会として社会体育への移行について具体的に議論、討論、検討したことはございません。豊富な人材や組織、公共交通機関が発展している都市部では実現も可能でしょうが、現在の伊豆市の状況では、社会体育への移行は、なかなか難しい問題が多々あると考えております。5の学区の配置ですが、現在の伊豆市の学校配置のままの状況で、学区の廃止にしますと、一部の学校に生徒が集中し、残ったところでは複式学級ができるということも想定されます。そのような状況になると、生徒の、いろんな面で教員の定数、それから部活動の数、そういうものが、安定性がなく、非常に不自然な状況が生まれるのではないかということが心配されます。最後に6番、教職員の負担軽減に関してですが、最も負担軽減するのは教員の定数増です。教員が増えれば、その間先生方が、その中で、勤務がいろんな場合で勤務時間の中で物事ができるようになると思いますが、これは国の施策によるものですので、市としてはどうしようもありません。他に教育内容の精選、勤務時間管理など、さまざまな状況により、先生方の負担、市の中でできることはやっていきたいと考えております。以上です。再質問はありますか。はい、会議長。鈴木正人議員。はい。はい、1番目と、2番目、ご答弁いただきました。今回、その、基本方針を出されるにあたって、通告にも出しましたが、事前の議会への方針案の段階で、議会とのコミュニケーションを図ってもらったということで、その中でも、私が通告に書いたように、学校施設の形態の検討というのはどうだったのと。教育振興審議会の答申が、全会一致で統合すべきであるということになったわけで、それを十分尊重して作られた方針案であると、方針であったということであるわけなんですけど、
まあ、その請願書ですね、中学校環境教育環境改善に関する請願書の請願項目の中に、まあ、遠くない、時期を設けて、改善し、それで、複数案を、提示することということが書かれてありました。まあ、そこの複数案というところが、実際、請願に対してどうなのかというところが、議員の中でもいろいろと話があって、でまあ、請願者との、話の中では、請願者の方も、まあ、その議論の、経過の中で、そういうことが十分、総合的に審議されたのであれば、請願者として、その答申は、妥当であると受け止めるという、まあ、そういう話もあったものですから、まあ、方針のところでですね、先ほどのその説明にも関わるわけなんですけれども、やはり、意思決定のプロセスというところを丁寧にやっぱやっていただきたいなというふうに思います。まあ、前回その、まあ、文教ガーデンというその枠組みの中の新中学校のことだったんですけれども、どうしてもやっぱりその事前説明というのが不足していたんじゃないかという中で、唐突にその新中学校建設ありきみたいな形で前のめりになっていた印象があるというような、そういうお声もやっぱり多かったものですから、その辺はやはり今回は教訓として、捉えていただくということで、まあ、その辺の、プロセスを、ね、十分に説明する機会を設けていただきたいと思います。でその、意思決定のプロセスということなんですけど、まあ、今回その質問通告をして、いろいろ資料を準備しているときに、総合教育会議の議事録とか、教育振興審議会の議事録とかはホームページから、そのまま検索できて、入手できたんですけれども、定例の教育委員会とか臨時教育委員会は、議案の方は、アップされてるんですけど、議事録の方が、まあ、開示請求しないと出てこないような、そういう、形で、ホームページ上からは引っ張れなかったんですね。でまあ、これ、担当課長に聞いたら、まあ、以前から、録音はしているけれども、その実際にその議事録として起こしてで公開している状況ではないということだったんですが、やはりその、何の事業でもそうですけど、意思決定のプロセスというのは、やはり一番大事なところでありますから、今後その教育委員会としてですね、その教育委員会の議事録であるとか、そういったものを公開をぜひ、していただきたいと思いますが、その辺はいかがでしょうか。はい、答弁願います。はい、教育長。はい、教育長。今議員ご指摘の通り、教育委員会の議事録という形ではすごく細かく詳細な議事録等は、公表していません。作成にあたって作られたものを公表しているという形です。それは、まあ、でも教育委員会の中で一番今現在重要視されているのは、議事の中でいろいろ決定をしていかなきゃならない点があるものですから、それは基本的に載せております。またその他のところで今回のようなものも含めて教育委員さんたちといろいろお話ししている点についてはもう少し皆さんが分かるような形で載せていきたいなというふうには考えております。はい、再質問ありますか。はい、鈴木正人議員。はい、すみません、あまり時間ないので、3番の、区域外就学指定校の変更の状況ということで、先ほど教育長の方がご答弁されました。一点確認させてください。指定校変更の19名のうち、指定校変更の許可基準というのが、1番の転居から、9番のその他ということであります。19名の方の、それぞれの、内訳というものは分かるでしょうか。はい、答弁願います。教育長。はい、教育長。19名の内訳ですが、多い順入と部活動によって指定校を変えている生徒が9名、それから先ほどちょっと説明しましたが、同じく転居、住所は変わったけれども前の学校にそのまま卒業までいるということで許可しているのが3名、それから教育的配慮が3名、それから小中学校の継続、お兄さんお姉さんが中学にいて、
小学校で行ったけども中学もまたお姉さんと同じ中学へ行きたいということで許可しているケースが、4名となっております。はい、再質問ありますか。はい、はい、鈴木正人議員。はい、わかりました。部活動が一番、自由が一番多いということで、わかりました。おそらくなんですけど、具体的にその公明を言うことは差し控えたいと思いますけれども、部活動がたくさんある、学校の方に移りたいという子どもが多いんじゃない、親御さんも含めてですけど、そういうことだと思います。他の、教育的配慮とかですね、いじめ不登校とかその辺の子どもたちの、手当てっていうのも非常に大事なところだと思いますが、そこのところの課題解決もやっぱりしていかなければいけないかと思います。それで、社会体育への、移行が、の問題なんですけど、議論検討も、されたことがないということなんですけど、以前も6月の定例会で小永明夫議員が、そのことに触れられてました。で、調べます と、静岡県の方でも、いわゆるそのスポーツ人材バンクというような名前だったでしたかね、そういったものを、制度として創設しています。そこの県として、部活動の教育、コーディネーターというものを、設けて、で各自治体から要請があるものはその方が受け付けて、実際に、手配できる方を紹介するというそういう制度が創設されたと聞いているんですが、その辺は活用というものは、実際に検討はまだされてなかったということなんですけど、ご存知でしょうか。はい、答弁願います。教育長。基本的に社会体育への移行というのは学校が全て部活をやめてスポーツ少年団のような形で外部で活動するということを一般的には社会体育への移行ということで学校が全て部活から手を引く。で、そのことについて検討したことはありません。で、これは国の問題として20年ぐらい前から文部省の時代からそのことは何度も何度も議論として出てきています。国の発想として。でも未だ何の具体的なものが動いておりません。それは地方でおいては大変、要するにこの辺で言うと静岡県で今今年動いたのは磐田市が動いています。それはジュビロがあったりいろんな社会スポーツで企業がやってそこへ移行している。でも伊豆市の中で今部活と同じ活動を引き受けてくれるところがあるかって言ったらこれは無理だっていうのが先ほどの答弁です。で、土曜日曜だけならばさっき言った人材バンクを利用してやれるかもしれませんが平日では基本的には無理だと考えています。多分やってくれるんなら定年退職した方にお願いをするしかない。で、今現在伊豆市でもそれぞれの学校にあそこにいらっしゃる木村議員もそうですがボランティアを含めて、外部指導員という形で、協力を土日と指導していただいている方も多数おります。以上です。はい、再質問ありますか。はい、議長。はい、鈴木正人議員。もう本当に時間わずかなんで質問できないんでしきれないかもしれませんけど、社会体育への移行っていうのは、まさに教職員の、ね、負担軽減というものが一番大きな、理由かと思います。また子どもたちにとってはですね、民間の、スポーツクラブとか、活動団体、子どもの頃から、地域の方も含めて、触れ合うという機会ですから、部活動というものが、何ですか、教育課程指導外の活動、自主的な活動ということであれば、なおのこと、そういった形の関わり、コースとの関わりというのができるんじゃないかと思います。で、あと、学校の廃止については、これは私、通告する前から、もう本当にタブーの部分かなというふうに思っています。で、教育長もご答弁なされた通り、今のままですと、やはり、その一極集中じゃないですけれども、その均衡が取れないような、バランスの悪い、子どもたちの数の構成になってしまう。で、それに伴いやっぱり、先生方の数も、制約されてしまうという問題があると思うんですが、私が今回これ提起したのは先ほどの、区域外通学とか、指定校変更
そういった子どもたちっていうのは、通学費補助の点に関しても、今、そうでない子どもたちは全額補助されてるんですが、やはり、差がある、援助はしていただいてるんですけども、差がある。まあ、その辺は、今度新しくその中学校、統合中学校再編するということで、伊豆市の中に一つの中学校ということであれば、まあ、2025年待たずに、やはりその移行期間の中でね、伊豆市全体の子どもということで、子どもたちにとっても伊豆市全体が自分たちのふるさとだということであれば、同じようにやはり手当てをしてあげなければいけないんじゃないか。で、学区の廃止というのは、時間が来ましたのでまとめてください。はい、ということで、まあ、また次回にこれは持ち越しで、質問をしたいと思います。教職員の負担軽減についても、引き続き、ご努力いただきたいと思います。終わります。答弁いいですか。いいです。いいですか。はい、これで鈴木正人議員の質問を終了いたします。教育長。はい、長。すいません、先ほどの答弁の中で最初に答弁した区域外通学の中で、他の市町から伊豆市へ、そして伊豆市から他市町へということで、前者ではということで大磯中学へのことを言いましたが、これは、伊豆市から他市町へ行っているわけですから、後者ではの間違いですので訂正いたします。はい、